はいどうも皆さんこんばんは、しょうがないとです。それでは今週も行きましょう。今週の徹子の部屋、今週は、月曜日滝川由美さんから始まりまして、金曜日広津すみれさんとお母様のマリさんの、出演で、終わりというような感じの週になっております。今週も、若めのメンバーが揃いましたかね。まあ合間あの取り持っていただきました渡辺美佐子さんが89歳で一番、まあ、年長者というような形になりました。やっぱり私的に言いますと、まあちょっとあのすごいあの簡単なところからあのかいつまさせてもらうんですけれども、火曜日鈴木福くんがあの出てこられました。鈴木福くん18歳ですか、高校3年生になられたということで、あの前回出られた時なのか、一番最初に出られた時が小学校入ったあたりの時の出演の回で、その時すごい仮面ライダーにハマってらっしゃるというようなことで、あの皆さんも心の中に思い出深くあるんじゃないでしょうか。仮面ライダーピザっていうようなオリジナルの仮面ライダーをあの福くんがお作りになっていて、でなんかそのね変身ポーズみたいなもんですか、もうあの披露されてたと思うんです。であの徹子の部屋でもあの多分徹子さんの方からね催促されて、あのちょっと見せていただけますかっていうような感じであのやられたと思うんですけども、仮面ライダーピザってあの鈴木くんが言ったところで、あどうぞお座りくださいって、仮面ライダーピザっていうのを作りました。あなたは、はい、じゃあやってみてちょっと。ピザでゴー。徹子さんすっごいね、他の人でもなかなか見ないような結構塩対応というかそういったところがありましてですね、すごい私あ信用できる人だなっていうか、小さい子だとか年齢が上だとか下だとかそういったの関係なく皆さんに平等に接する徹子ジャッジを下すっていうところがやっぱり私グッときたというか、私なんかもやっぱどっちかというと小さい子供さんとかすごく苦手な方なので、あこういったところを見るとやっぱり親近感を覚えるというか、あいいなと思ってます。徹子さん自体はお子さんもねお好きだとは思うんですけれども、こち的にすごく良かったなというところと、徹子さんが良かったポイントっていうところで言うと滝川由美さんところでですね、徹子さん水中ヨガの映像が久々にテレビの方で放映されました。なんかあれなんですかね、あれシンガポールのインフィニティプールみたいなところでやられてましたかね。なんか映像を見た感じなんかすごい綺麗なプールの中で真ん中にね徹子さんの涅槃像みたいなのがバーッと浮いてらっしゃるのを見て ありがたいなと思って胸を合わせた次第でしたけれども、まあ滝川由美さんの話っていうところで言いますと、滝川由美さんって私本当に実際に出られた作品っていうのが本当にデビュー作ですか、そういう若い時に出られた清獣学園しかちょっと見たことがなくって、であんまり女優さんとしてどういう演技される方なのかって、まあもうあんまり分かんないんですけども、まあ今娘さんがね花子さんですか、滝川花子さんが同じように女優さんやられてるということで、女の一生をね滝川花子さんがやられてるというので、もうすごい心配で心配でみたいな感じの女優先輩女優として娘を見るようになったよっていう話だったりとか、ご自身もねやっぱり加藤シゲアキさんニュースの方との舞台に出られるっていうことになったということで、そこで初めてそのジャニーズのファンの方々の熱量というか、毎晩その演劇が終わった後にスタンディングオベーションでわーってもうカーテンコールつってやるっていうのがまあすごいなと思って初めてでしたっていうようなことで、まあこういったものもねやっぱりネット記事なんかになるときには滝川由美加藤シゲアキと初体験っていう風にね書かれるということで、やっぱり清獣学園から続く滝川由美さんのそのセクシーな感じっていうんでしょうかね、目元なんていうと本当にエリザベス・テイラーみたいな感じの雰囲気もね滝川由美さん、佐久間よしこさん、私佐久間よしこさんもエリザベス・テイラーの日本の人だと思ってるので、早くクレオパトラもしてもらいたいなと思うんですけども、同じような感じでね本当にミステリアスな目元が印象的でいらっしゃるなというような感じですが、
私がやっぱり一番グッときたっていうところで言うと、まあ、どうしてもね、私の好きな年代層ということになってしまうので、渡辺美佐子さんの回ということでした。で、渡辺美佐子さんに関して言うとですね、まあ、89歳今年になられたということで、それに合わせてね、舞台での演劇活動っていうことはもう引退するっていうことに決められたということで、まあ、テレビでは続けられるっていうことで、石井福子先生からね、舞台やめますっていう話を公にした時に、もうすぐ電話がかかってきて、あなたテレビはやるんでしょって電話がかかってきて、あ、テレビは、はい、もし機会があるなら出させていただこうかなとは思っているんですけども、っていうような話をしたら、私95でまだ仕事やってんだから、あんたなんてまだまだひよっこよって、89歳のね、渡辺美佐子さんにおっしゃると、もうそんな先輩がずっとねいらっしゃったらね、人によったら、石井福子先生はすごいいい方ですけど、人によっても嫌な OB みたいなね感じが、こんな人生ずっと続くのかってね、大層嫌われるかと思いますけども、そういったところもね、ないところが石井福子さんの本当に素晴らしい、素敵なところだなと思います。で、渡辺美佐子さんをね、もう最近前回出られた時が旦那さん亡くなられた、もう次の日とかに出られた時にの映像だったんですけどね、ここに来てまたぐっとね、顔立ちがはっきりしてこられて、私が一番好きな顔の雰囲気になってこられてます。それこそ私の好きな女優さんで、海外の方でジェシカ・ラングっていう方がいますけども、ジェシカ・ラングの顔にもどんどん似てきてるというか、鼻っ柱もね強くなってきて、目元なんかもキュッと、なんかこうクッとね、目が寄ってきて、最終的にでっかい一つ目になるんじゃないかっていうような、勢いを感じるような感じでしたけども、で、運命かなっていうのを感じたのはね、渡辺美佐子さんが最後に舞台の演劇でやる演目として選んだのが、松井須磨子さんの一生を描いた舞台で最後終えられたということで、こういったところもね、全部引き寄せの法則みたいなところがあるのかしらなんて思ったりもしましたし、まあ、進撃のね大先輩ということで、夏井須磨子さん役やったってことでしたけども、で、まあ、なんかね、見た目の話ばっかりになって本当に良くないですけども、渡辺美佐子さんね、ものすごい含みなのご存知でした？まずちょっとびっくりして、もうこのなんていうんですか、このエラがあるじゃないですか、エラのこのラインまでもう耳が来てる、含み耳のね、この垂れがここまで来てる方って私初めて見て、菩薩様じゃないのって思って、本当にまた今週本当に手を合わせる機会の多い週だったなと思います。渡辺美佐子さん全然落ち込んだりしない気質だっていうことで、なんか舞台とかでもね、なんかうまくいかなかったな、この舞台全然ダメだったなっていうようなことがあっても、まあね、これはこんなもんでっていうような感じで反省しないっていう風な感じでおっしゃってて、あ、まあね、長生きされてずっと元気でいらっしゃる方って割とそうポジティブというか、明るさっていうのを常にね持ってらっしゃる方が本当に多いなっていうようなところ、まあ、徹子さんなんかもしっかりですけども、私もね、やっぱちょっとついついやることなすこと、なんかやっぱり人の理解を得られてないなって思ったりとかして、悩んだりとか落ち込んだりとかもすることもあるんですけども、まあ、そういったこともね、ちょっとね、ある程度で収めて、やっぱりちょっと明るさは常にね持ってやっていきたいなと思う次第でございました。ということでね、今週はこんな感じの週だったでしょうかね、それでは今週のベストオブ徹子の部屋なんですけれども、水曜日、渡辺美佐子さんの回、89歳はまだまだひよっこに決めさせていただきたいと思います。渡辺美佐子さん、おめでとうございました。ということで、今週も素敵な週になりましたね。それではまた来週の徹子の部屋でお会いいたしましょう。それでは皆さん、そろそろお引き取りください。